はい、皆さんこんにちは。私ペペリアと申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、前回の動画に引き続き横浜環境界第2回研究会ということで、今回はですね、吾妻錦の部をご紹介させていただきたいなというふうに思っております。まあ、この動画は研究会の結果なので、前回と同じようにですね、私の説明、お話は省かせていただいて、皆様の金魚のリテラシーを持ってですね、結果を楽しんでいただければいいかなというふうに思っております。それでは早速いきましょう。
はい、というわけで今回横浜環境会第2回研究会の東錦の具をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。よろしければですね、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。今回はそんな感じで、ではでは。